ハイタイグスーヨーチューガナビラウンナムラアリンクリンウンナナビヤイビー エイビーさあ今日は3月の2日3月初の月曜日でございますねまあお昼ごろからねお日様が出てきてますけれどもまだ寒いですよねまあ俗に言うねこれムドイビーサっていうことでしょうかねまあそんなんこんなんだからもう暑かったり寒かったりでね体調管理が難しくって それでまた風邪をひいたりするっていう方がね多いような気がしますけれどもこの冬ですねなんとナオミナビーは風邪知らずで来てるんでございます。皆さんはいか,がですか,なんかさ今まであのインフルエンザかかったことがないっていう人までバタ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 かかってしまったっていう話をねよく聞くんですけれどもね。 その合間をうまーく切り抜けて私はまだ風もひいてないしインフルエンザはまだ生まれてから一回もかかったことがないんですようん中培養瓶でもねこうやってまた油断してると風邪ひいちゃうからねほんとにまあこのままあったかい春を迎えたいですねあそう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 春といえば昨日おとといと女村ではね もう私毎週毎週毎週ね PR してましたけれども体験学習センターのユーナホールにて沖芸大の OB10 周年記念公演これがあったんですよねもう本当に素晴らしくってもう私は毎年見ているんですけれどもなんとなんと今回はですね「うんなナビーの役で出てもらえませんか?」っていうお電話がねありましてで「えっうんなナビー?」 芸大の10周年の OB の10周年の記念公演ですよねっていうことでもう意味も分からずに「出る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 」って言ってね <laughs> 2つ返事で OK したんですけれどもねもう私がこう出る場面っていうのはあの1部から2部に移る時とまた2部から3部に移る時のこの幕の合間次は何々よ次は何々よっていう風にね物語風に説明するんですけれども。 それをね、一応原稿を渡されたんですけれどもやっぱりあの「できらぬナオミナビーはさ覚えきれないわけよこの原稿がだからもうアドリブだらけうんポイントだけ抑えてこんなこと言えばいいんだよね結局っていう感じでまあ,あの楽しみながら勤めてまいりましたね2日間計4回、えー、と土曜日も2公演ありまして昨日の日曜日も2公演ありまして。 本当にね、拍手喝采いただいてね、もう、病みつきになりそう。まあ、また来年もね、同じようなことがあったら、また、はいはいはいっていうので、声かけてくれないかなって、今から待ってるんですけどね、本当にね、いろんな経験させていただきました。もう、私にそのお仕事をくださった近所さん、ありがとうございます。あの、前回の、その OB 会の会長をしてらっしゃった近所さんから、 お電話いいいただだててねっていうことなんだけれども、ま、本当に休憩をあの挟みながらではあったんですけれども一回休憩挟んでたっぷり2時間もうね踊って踊って歌って歌ってっていうようなそういうあの琉球芸能のね、えー、色風香りこれをね皆さんに見ていただく琉球芸能の素晴らしさを伝えるっていうそういうことでね「オンナウィーク」で楽しまないと。 本当にあので私たちはこう最後にね、かちシーをしながら、ホールの外に出て帰られるお客様をね、あのなんていうの、お見送りするんですけれども、もうみんながね、かちゃシー踊りながら出てくるお客様もいたり。 そしてまた手を叩きながら出てくるお客様もいたりそれで私たち一人一人にねもう興奮してねもうよかったよー言うてねあの握手しながらねえ帰られるお客様もいたりしてねもうそういうのでねもう逆にあの こちらの方がね、もう興奮してもうもらい泣きっていうかねもう涙ぐむその OB の方々がいてねでまあ私やっぱりあの地元恩納村ですからその女納村の方々って「土、は、井、い、さん上手だったよ」とかね言うてくれるとね本当にもう最高のねお褒め言葉でね本当にあの人生ほんといろんなことが起きるけれどもこういう楽しいこともやりながらっていうことでね 本当、もうほんとなんて言えばいいのかな、もう感謝、感謝ですね、こういうことを経験させてくれたその、えっと、沖縄芸能大学ですか、その琉球芸能専攻の、ね、OB 会の方々に、本当にね感謝いたしますね、まあ、そんなこんなで、ただね、お天気がさ、悪かったものだから。 ちょっと残念だったなーってあるんだけれどもそれであの結構チケットは売れてたんですけれどもあのやっぱり足がねこれでちょっと鈍るんですよねちょっとだけ空席あった時にはねああ雨のせいかなーとかっていうことでね残念だなって思ったんですけれどもさて今日はですねまたねすごいゲストがねいるんですよ。なおみなビのね鼻の下がピローンって長くなりますけれどもね。 と,いうともう聞いててわかるかと思うんですけれどもね若い男の方がよ3名もいるわけさ今日はまああのパソコンでユースリム見ていらっしゃる見れる方はぜひぜひ見てくださいあ,あいやもうもう,もう慣れたもんで手具は振ったりしてるさカメラに向かって手具は振ったりしてるよということでね紹介する前に1曲ねプレゼントしたいと思います。 はい、はい、あのー、タイトルが読めないので私は「はい抜かします」題名は紹介しません。なんてねいつものナオミナビーでございますけれどもねさあ先ほどね私は、えー、3名のねイケメンが来てますよってね申しましたけれどもまあ紹介したいと思いますいつもの通り。 これでいきますのでね、掛け声、返事、ゆたしくはーいおきい準備をあ、はい、第二三はいはい、第二三はいこんな調子あ、指の3、5瓶を抜くと、いいよさあさ、さ5さを抜くと、ラワンにはきらんな。はいよ、はい、っしゃということでね、本当に今までで、 一番元気のいい兄さんたちかもしれない、うん、もうありがとうございます、はい、えっとねこの元気のいい兄さんたち今日はどこから来てくれましたかねはいあのー、私あの廃原町から来ました廃原町商工会青年部の部長の大城と言います、うん、<laughs> もう自己紹介が紹介始,ま <laughs> 始まりましたね廃原、ね、から来ましたねよろしかったような <laughs> あとのお二人はもうじゃも自己紹介兼ねてはい早速いきましょうかはいえっとハイバル町金具スクから来ました副部長させていただいてます中本と申します中本さんねよろしくはい次がはい同じくハイバル町商工会ね部副部長おおせ使っております下地吉人と申しますよろしくお願いします下地さんねよろしくお願いしますお願いします今日はハイバル町の方からここ読谷までね。 ていただいたんですけれども、道は迷いませんでしたか、はい、大丈夫でしたちょっと迷ったよね。<laughs> <ま> <laughs> ちょっと迷ったはい <laughs> 自分は一発で。一発で。<laughs> あそれぞれにみんな、車バラバラで。バラバラで。はい、ああ、そうか。 一緒に来たんですけどね。<う>考えてみれば、今日は平日だから、お仕事中だもんね。そのお仕事中、上司の方にお時間をいただいて来てくださったってことなんでしょうか。はい、聞かれたらまずいかもしれない。<laughs> ね、あ、本当に。<laughs> 実は内緒で。<laughs> 実は内緒 <laughs> え、部長の大城さんは。 ということは、私はこれ、名刺いただいてますけれども、お仕事何なさっていらっしゃるの?。聞いていい?。はい。うん。あの、ハイバル、あの、三百二十九号線沿いにあります。あの、ハイバルドライブイン。あの、レストランですね。あ、わかる。はい。ガジマルのキーラール。そうです。そうです。あ、私、よく食べに行った。はい。昔。美味しいですね。今も来てください。ぜひ、今も来てください。本当だ、本当だ。うん。子供がね、ちっちゃい時には。よく行きましたね。 美味しかった美味しかったって本当に過去形だまた、はい、いきますねははす昨日今日も満車でしたよ、うん、<店>あそう駐車場がうわそのお客さんを <laughs> どっかにまた引っ張ってって、はい、いいねんで副部長の中本さんはいっるの私の方はその部長のハイバルドライブインの向かいぐらいに事務所はあるんですけれども、うんうん、はい 怒り消毒沖縄株式会社と言いまして。はい、で、県内の食品工場さんやスーパーさんの衛生管理のお手伝いをさせていただいております。はい、なるほど、えっ、ー、と、怒り環境事業グループ。はい。うん、この隣に書いてあるハ入ルンっていうのは。あ、はい、バルチョウのゆるキャラ。ゆるキャラです。かぼちゃをかぶったゆるキャラですね。<laughs> <laughs> え、はい、バルはかぼちゃが。有名です。あ、そうなんだ。<laughs> そうなんだ女僧はあのやっぱりね、えー、女流歌人のナビーが有名なのでナビーちゃんがゆるキャラになっているんですけれどもハエバルはかぼちゃのハイルン君っていうことだね、はい、なるほど分かりましたであと1人、えー、下地さん副部長をしてらっしゃる下地さん下地さんお仕事ははい、えー、印刷業やっておりますハエバル町金ス城十字路付近にあります南印刷をと言いますギョ はいはい南印刷のあ営業課長でいらっしゃるのねはいなるほどえじゃあ課長は今日こちらに来来られるためにはどなたの許可をいただくのはい代表ですねあ<お>ごめん皆 <laughs> さんちょっと遠い遠いですかマイク遠いすいません <laughs> すみませんでした。下地さん、はい、下地さんがお話ししてる最中にコマーシャル入ってしまいましたね。<laughs> はい、やっぱりさイケメンが3人も来るとさ。ナオミナビは興奮して、あの時間の配分ができなくなってった。<laughs> もう、ね、ありがとうございます。<laughs> 気をつけますのでね。はい、じゃあ下地さんもう一度はい、はい、はい。私はハエバルのカネイグスク十字路付近にあります。うん、南印刷と申しまして、印刷業を営んでおります。はい、印刷屋さんかハエバルはさ。 印刷屋さん多くないし、うんはい多いですねねだよね、うんはい、なんでだろうえと、まあ、近くに沖縄印刷団地というのがありまして、うん、あそこを囲むようにいっぱいできておりましてなるほどね、はいうん、ああそういうことなんだ、はいまあ、印刷業界もいろんなほらえっ、ー、となんていうの,あのアイディアを駆使してお客様に提供していかないと、うん、あの生き残れない時代だっていうのをね私つい最近の,あのセミナーで。はい 聞いたんですけれどども、はい、南印刷さんはどん,なんですかはかい、まあ、うん、うちもまだまだ基本的にメディア媒体紙媒体でありますので、うんまあ、いろんな IT 分野でまだまだ進出できない事情がありましたがまあそこはまあなんとか営業力でカバーしていこうということでなるほど、はい、それで営業課長の下地さん頑張っていらっしゃるってことですね、はい、うん下地さんのさ雰囲気見てるとあの何、ー、ていうの 悪い人じゃないっていうのは分かるから営業に来られたら「何ね何ね何の話しに来たの?」っていう感じでお客さんの方も興味津々で聞いてくれそうな気がするんですけどね、うん、ありがとうございますだよね青年部のマスコットゆるキャラですかい <laughs> ゆるキャラか入えるんじゃなくてじゃあよしろんよしるんで <laughs> そ,そういうことになるねさて皆さん今日ですね私がこのハエバルのお三人方 うんとね、商工会青年部の方々なんですけれども来ていただいたのにはねいろんな、ねえー、意味がございましてね今日はこれを、ね、中心にお話しさせていただきたいと思いますので、あのー、いつも私が、えー、とコーナーを設けさせていただいている硫、えー、化紹介今日はこれをねちょっとカットさせていただきたいと思います。実はですね、あのー、すねごごいいイイベベンントトがございまして、ね、このイベントの あまあ、コマーシャルっていうかね、広く皆さんにお知らせしたいなって、私自身も思ったものですから、それで声をかけ,あの声をかけてあー、出てみませんか、ゲストに来ていただけませんかってあの、声がけしたら、もう2つ返事で、それで3人も来ていただいたんですよ、なのでね、私、本当にね、嬉しいんですけれども、おしろさん,、はいうん、私ね、ちょっと。 触りの方だけお話ししたんですけれども、はいまあ、このイベントっていうのをね、うんまあ、企画者の大城さんたちの方からお話ししていただけたらなと思うんですけれどもはい。 来週なんですが、うん、来週の3月11日水曜日、はい、で場所があのハエバルのハエバル中,央か中央公民館においてで夜の7時会場、はい、で7時半からのセミナー開始となっておりますで、うん、でセミナーの内容がですね震災に学べ、うん、ゼロからのインパルス、うん、でサブテーマが地域と商売と青年部となっておりますで内容としましてはあのちょうどこの 来る3月11日、はい、え震災が未曾有の震災が起こってちょうど4年目にあたるんですけれどもそそううですよね、はい、もうねも、うん、の、まあ、実際震災に遭われたあの南三陸町商工会青年部の,あのメンバーをですね,ね、はい、あのお招きしまして実際の,まあその生の声を。 皆さんに聞いてほしい、うん、ということでですね、うん、今回の開催と至っております、うんはい、入場無料ですのでぜひ皆さんお越しいただい,聞いた方ですね皆さん来ていただきたいなと思いましてそうですね、はい、南三陸の青年部が語る震災からの4年間大変貴重な講演内容となっております。皆様是非ご参加いただき 生の声をお聞きくださいっていうことなんですけれども、もう本当に、今月ですよ、今月の11日が来ると、もう本当に、あの、信じられない、まるで映画の世界っていうようなね、はい、もう本当に、う昨日のことのように覚えてますけれども、うんうん、あの画面をパッと見たときに、何これって、で最初見たときには意味が分からなくて、うんうん、で,でもだん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 、この、うん、 あの実況を中継するアナウンサーの声がもう震えててそれでだんだん伝わってきたときにはもう私ね鳥肌立ってねは、うん、っていうことだったのねでもうヘリコプターがバン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 上から飛んでるしそれでえっと煙は立ち上がってるし家は流れているし何って。まさか地震の後のの後津波の この襲ってきた風景っていうのがね分かるまでにこの何分かかかったんですけれども本当に未曾有の大震災、はい、それからね丸4年来てしまうんですね、うん、で実は私は去年あの10月なんですけれどもあのやっぱりね、えー、この大震災これを忘れちゃいけない、うん、風化させてはいけないっていう気持ちがずっと私の中にもあって。うん あってですけれどもあの行きたい行きたい現場に行っていろんなボランティアをやりたいって思いながらもあの仕事とかそういったことでねあの行けない自分がいたんですね3年間ですけれども去年10月にもうこんなことではあかんともうそれで会社にあのお願いしてお時間を頂い,いて3泊4日であの1人だったんですけれども。 あの南三陸町行ってきたんですよで、その時に私にその案内役をしてくれた、はい、あ工藤さんっておっしゃる方が今回来てくださるんですよねはい,はい、来、はいうん、ますねで。震災の時にはこの工藤さんが南三陸商工会の青年部の部長をしてらっしゃったっていうことですよね,、はい、で,すねで、また今現在の部長でいらっしゃる山内さんっていう方も今度来られてこう 来られるのはこのお二人ですか。はい、そうです。皆さんもこの震災の後行かれたっていうふうに私お聞きしたんですけれども、いつ行かれたんですか。はい、ちょうどあの私たちはまあ震災が起こってまあ二年目ですね。一昨年の九月にあの視察ツアーということを組みましてあの行ってきました。行ってきた。三泊四日ですね。うんうん。できましてあの仙台と滝川沼 南三陸石巻と松島のほう見て回ってきたんですけれどもどんな印象でしたか私のほうも当初起こった際にはインターネットとか実際ニュースですねテレビ画面の方から見てはいるんですけれども正直 ちょっと現実離れをしすぎてですね受け止められないといいますかちょっと嘘みたいなようなもうパッとしてなくてですねとにかく何が起こったんだと実際、受け入れられるまでちょっと時間があったとなりまして実際も行った時には本当に何もないこの南三陸行った際ですね。 もないねえもうなくて防災庁舎がポツンとそんな状況を見てこられたんでしょ私が去年行った時にもねほとんど変わってないあそこは防災庁舎がポンとあってそれとその近くに鷹野会館っていうのがありましたけれどもそれは見てこられましたあの鷹野会館では300名のお年寄りたちが。 助かったという、はい、そういう,うあの逸話も工藤さんから紹介されたかなって思うんですけれども、はい、今ねその、はい、防災庁舎の方もね壊すとか壊さないとかっていうことで、うん、やっぱりいろんな物議をね醸し出しているようなんですけれども、うん、あの今もうそれの何て言うの決定を下すのがもう県の方に、はい、あの移行しているので。 佐藤町長はね、やっぱり町民の気持ち、これを考えると、早く立ち直るためにも、もうそういうのを見てると、やっぱり心が泣いて、悲しみがぶり返してくるから、壊すっていう決断を一回出したんですよ。その時ですね、ちょうど自分たちが行った時に、もうこれは数か月で壊されますっていう説明を、工藤さんから受けてたんですよ。なるほどじゃあそその後だ私はううい もう県の方に移行してしててまって今は県がねあと3年間でこれをどうするのかっていうのの結論を出すらしいんですけれどもやっぱりあの広島の原爆ドームみたいにこう残して戦争はあかんよとそれで原爆の恐ろしさそれをやっぱり日々こう忘れないためにも残すべきじゃないかとそういうふうな考えで県があるものだからまあ南三陸町の方々はね あれを見ながらいまだに辛い毎日を、ねうん、送ってはいるんですけれども、うんはい、でも復興に向けて一日一日頑張っているということはまた確かなんですよね、はいうん、そういう復興に向けて青年部の方々はどういうふうなことを今なさっていらっしゃるんですか青年部自体のこの青年部宣言というのがございましてかけがえのない地域とかけがえのない人たちのために、うん。はいはい でまたこの言動、このの思いをです、ねうん、胸に一、まあ、日一日、うん、もう本当に何もない逆にマイナスの状況から自分たちが町を、この地域を守っていこう、うん、作っていこうという1年で本当にまあ話の中で視察に行った際の、うん、そういう思いで本当にこの宣言の通りの行動をしているんだなということで。 強いですよね、はい、この方々ね、本当にこの震災に遭われて、はい、本当にもうあの精神的にも肉体的にも,もうダメージがもう大きすぎて、であの栄養出張にもなってらっしゃってっていう方々もいっぱいいたみたいなんですけれども、はい、でもやっぱりこういう時こそ、助け合わなきゃっていう、そういう、なんていうの、あの絆、はい、絆っていう言葉がね、はい、もうその時すごく。はいうん あの流行ったっていうかそういうふうになったんですけれども絆を固めてもう一歩一歩復興に向けてっていうのがもうこの方々から。 審査に遭われた方々から私たち本当に逆に力をいただいたっていうかですよね、もう工藤さんもねニコ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 笑ってねいろんなエピソードを教えてくれたんですけどねまさかこういうことを経験した人がこんなに笑っていられるのっててね話聞きながら工藤さんは笑いながら話して私は聞きながら泣いてたんですよ、実は。もう本当に うん、本当にねそういう辛い体験をね、うん、皆さん乗り越えて復興のために頑張ってますそうですねゴマーシャル行きましょうね、うんはい あの近くに登った学校なんでした。中学校中学校あったじゃないですか。中学校坂すごいおはい。えー、待ってハイよ。はい、ハイバル町のね商工会青年部の部長大城さんにいろいろお話聞きましたけど緊張してるという割には横話ました <laughs> 部長すごいですね。よくできました。です <laughs> ありがとうございます。<laughs> さて今度は、えー、と副部長の、ね、中本さんと下地さんに、ね、お聞きしたいんですけれども、はいまあ、一昨年その震災、まああの受けたところの、ねまあ、南三陸町をはじめ気仙沼とか行かれたっていうふうにおっしゃってましたけれども、うん、あの正直どんな感じだったのかとか、まあ、どういう衝撃を受けたのかとかそれとまたエピソードこういうことあったよっていうのはちょっとお話聞かせてもらっていいですか。私たちはバスで、うんあの 被災地を巡らさせていただいたんですが、はいうん、本当に沖縄ではあんまり見ないようなあの平地を走ってたんですねでその時に工藤さんの方が ここなんか最初から野原みたいに見えるけど実は住宅街だったんだよっていうことをお聞きしてう本当に信じられないようなびっくりだよね草も生えて本当に何もない草地なんですがここでいろんな方々が生活して住んでいた町の一つだったっていうのを聞いてですねもう衝撃的でした衝撃ね私もあの清高和田地層が嫌に多いなこの辺はと思ってたら せいだ川立草が生えているろはみんな住宅街だったんですって工藤さんに教えられてはあまたそこでも息を呑む苦しみうわーと思ってねよく見ると土台とかは残ってましたねありますね去年もまだありましたよもう本当にそれを見てるだけでねもう涙が出てきたんですけれどもね下地さんはいかがでしたかもうやっぱ印象的だったのは防災調査ですねううんん もうこれほどの高さの建物が、うん、このような姿になるかとねえもう無残だったね鉄骨の骨組みだけが残って、うん、でそれに張り巡らされた電線みたいなそういったのがもう無造作に垂れ下がっててそれがこう海からの風に揺られてっていう感じ、うんうんうん 風景をね私も見てきたんですけれどもね、でもやっぱりあの観光客、その被災地を訪れる方々がやっぱり毎日のようにね、うん、来られてて、その防,防災庁舎の前に祭壇が置かれてるので、そこにね、手を合わせてくれるんですよ、うん、その姿を見ててね、またやっぱり、はい、あの本当に、うん、日本人ね、うんあの、絆がこれでね、あのきっかけは良くないんだけれども、うん、絆を大事にして、 自分の周りあの家族、あの一番小さい単位は家族だから、うん、その家族を大事にしてで周りの地域の方々を大事にしてでそれで、えー、日本で世界っていう風に平和な世の中が本当に一日も早く来ればいいなって私は思うんですけどねまああの震災から学べっていうことでね皆さんがこの企画された。 本当にこのすごいことなんですけれどもこの企画をなんていうの始めたっていうかこれはですねこの案内していただいた工藤さんのお話の中にこれだけすごい震災を受けて本当に家族 お家、うん、会社もなくした方々だったんですけれどもそんな中で、はいまあ、青年部っていうことで活動されてることと、はい、あとは地域の方が、はい、もう本当に何もない状況、うん、だけど「大丈夫」っていう言葉が言ってまして、うんうん、でお話の中では。 大丈夫っていう言葉はどんなに暗くても元気になるっていうことで、すごいそのたった一言なんですけど、それを聞いてるだけでもすごい反対にこっちが元気いただいたんですね。いただきますね。はい。です。それで、もうぜひ復興し何にかお手伝いできないかということで、この後ですね。 うちの青年部のメンバーではあの飲食店されているところもありますのでこの南三陸町から食材をあの仕入れさせていただいて復興支援ということで旗も作ってやってるメンバーもいますしあとはあのハイバルでお祭りがあったんですけれどもそこであのこの山内部長のサンマを 40kg。 あの注文させてていいただいて、ま、山内部長っていうのはこの南三陸町の青年部の部長ねそうですね、はいはい、で鮮魚店をされてますので、うん、ちょっとお願いして、はい、沖縄まで運んで頂い,いて、うん、サンマを40キロ販売しましまた実はね私去年行った時に、はい、この部長山内部長のねお父様が経営なさっている、うん、あの 海産物のレストランがあるんですけど、うん、そこでねイクラとねシャケをね本当、うん、にねいっぱいいただいてきたんですよであのー、やっぱり海に携わるあの方々がいっぱいいらっしゃってて、うん、もう海はすでにその回復しましたとおっしゃってたのでね、はい、ああ嬉しいなと思って、うん、で私が 寝泊まりした宿から、うん、この海が見えるんですよ南三陸町のね、うんはい、そうするとあのなんていうのかな仕掛けみたいな網がもうブワーってねあの水面から見えるんですけれども、うん、もう海は完全に復興しましまたただあとはもう住宅とか、はいまだにもう仮設住宅で暮らしている方々がいまだにいっぱいいらっしゃるから、うん、その方々がちゃんと住宅に 住めるるようにになままではだあとそれからかさ上げをして11メートルかさ上げしたところに分譲が始まるっていうことがあと2年って言ってたんですよ。なので土台作りっていうことでねもう当にあにすごい計画を立てていらっしゃるんですけれども住むところとななんていうのか商売をするところこれを別々の仕組みで。 村づくり町づくりをやっていくんだっていうふうなことを聞いたんですけど、はい、これはね世界にも類を見ないらしくって、はい、だからもういろんなところでねいろんな被災するところがありますけれども世界中には、はい、この南三陸町がまず手がけてこれが成功したら、はい、世界のお手本となるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、そういうお話は聞いてこられませんでしたか そこまではまだそっか多分進んあまり進んじなかったのかもしれない去年だからそういう話ができたのかもしれないね。と、うんはい、いうことは、まあ一昨年から私が言った去年この1年間の間でもまちづくり村づくりに対してどん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 計画が進められているという証拠、ね、だね。うん その当時もおっしゃってたんですが一番怖いことはやっぱり今たくさんの方がやっぱりこの花を添えたりして来ていただくことがあるんですけどそれが風化するのが一番怖いとおっしゃってましたのでそこでじゃあこれだけ自分たちすごい感動してもう元気反対にいただきましたのでじゃあみんなで沖縄の人うちらメンバーみんなで行くのは難しいんですが 来てもらって話をすることはできるだろうということで今回この企画が立ち上がりましたのでそれで是非発想の逆転っていうところでまたねそうすると本当あの沖縄もえー飛行機乗ってこう飛び立つと高い山ないしもうこれだけのねあの津波が来たら沖縄全体なくなるよねっていうのが。 飛行機乗ってたら分かりますすよよねねそうでだからだから本当に私たちこそ、うん、あの学ばないといけない、うん、それで、えー、南三陸町はこの100年先を見据えたまちづくりに向かって、うん、もう日々頑張っているから、うん、これを本当に学ばないといけないなって思うんですよね下地さんはどうですかはい、うん、この 学ぶってもう本当あの時真っ白だったものにして私たち自身が、うん、逆に元気も頂い,いたということは大変素晴らしいことだったんですがうん、うん、まあ学ぶと言いますか復興に向けて何かを協力したいなということで始めあったんですが結局何からするべきかということでもう本当何もできなかったんですよ私たちも。ただもう,もうその被災の現状を見てて帰ってそれから どうしようかということでもう本当にどう助け合うべきなのかということでちょっと行き詰まった点は最初ありましたですが学ぶというのはやっぱり自分たちで考えることでありますので私たちはこれでまあ先ほどのように中本局長がおっしゃったようにまあ向こうからのサンマを購入したりいろいろご協力をしながら進めていこうということで少しでもお手伝いできればと思って今少しずつ進んでおります。 そうね、海のものがとても自然、うんあの、豊かな南三陸町なんですよね、はい、気仙沼もそうですしね、今、私、陸前高田の方にも行ったんですけれども、はい、ああ、そこのね、復興に向けてのね、工事もすごいんですよ。うん もうベルトコンベヤー式に土を運んでてもう宇宙界な、ここはって思うぐらいのだけど本当にすごいなって私、役所の方とか議員さんとかにも会ってきていろんなお話を聞いたんですけれどももう本当に100年先を見据えてのまちづくりを目指してるるということでねだからね、100年先だからね、私たち。 忘れちゃいけないのよ、ずっとつなげて、つなげて、つなげて、そういうことで、で、あの関東大震災、あごめんなさい、えっと、あっち、神戸の方う、あちらの方も、もう風化してて、で、そのそのことをもうわからないっていうのが、もう住民のうち4割も占めてると。 20年経つとこういう風になるからやっぱりね風化させないっていうためにも私はできる限ぎりこういう風にねありがたいことにパーソナリティさせていただいてるのでこの席を借りながら風化させないためにもちょっとお手伝いできたらなって思うんですよね本当青年の方々下がりまますけれどもたえーとね。 最終ラウンドではまた具体的なお話をね、うん、聞かせていただきたいなと思うんですけれども、はい、ちょっと一休みしましょうね。 ウンナ村アリンクリーンのオなナぃがですね今日も生放送でお送りしてますけれども今日のゲストはですねバル町の商工会青年部の部長でいらっしゃる大城さんと副部長の中本さんと、はい、え同じく副部長の下地さん、はい、このお三人にね来ていただいてあのあの「未曾有の大震災から4年経ちますよ」っていうことでそれをね「震災に学べゼロからのインパルス」っていうことであの南三陸町の 青年部の部長でいらっしゃった工藤さんと、はい、それと現在の部長でいらっしゃる山内さん、この方々をお招きして、うんえー、講話がありますっていう、そのお知らせをね、えー、していただこうと思ってね、今日は来ていただいてるんですけれども、まあ、あのとても大きな企画っていうことで私、私、うんえー、お話を聞いてて、びっくりしたんですけれども、下地さん、はい、いろんなところとコラボっていうか、タッグを組みなながらなんですよね、はい、そうですね。はいうん 当初はわれわれ青年部だけだったんですがわれわれ青年部はあの5団体という連絡も取っておりまして、はい、こちらが沖縄県中小企業団体青年中央会と日本青年会議所沖縄事務局 JC にあたりますね、はい、と YEG の那覇青年会議所、うん、そして那覇法人会ですね、はい、の5団体であの告知をしていまして、はい、アピールしていたんですがその中でですね 一つ JC の方からお話がいただきまして、はい、JC さん自体も、ね、3.11に向けてあのイベントをキャンドルイベントを企画していましてです、ねはい、その時の3.113、まあ、月14日がメインで子どもの国で4000本のキャンドルイベントをやる予定なんですよ。その前ののの前月11日に我々のこの青年部のあ セミナーのこんな同会場で、うん、うん、私たちと一緒にキャンドルイベントをやる予定で、あのお声をいただきました。あ,あ、そうなんだ。もう、あのキャンドルの一つ一つが、もう、あの、なんていうのかな、命の、あの明かりなのかなって思うと、また胸が詰まってきますね。うん、本当にね、そういう輪を、本当に、あの、どん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 広げて、で、忘れちゃいけないっていう風にね。え、つなげていけたらなと思いますね。はい。はい。 ではは中本さんこのセミナーの企画にあたって実際に被災地へ行ったのはバ原町商工会青年部ですがこの企画はですねその中でも南部支部沖縄県の南部支部っていうところでバ原町、与那原町南城市八重瀬町糸満市渡嘉敷村、座間味村久米島町南大東島村のい このメンバーの青年部でみんなでいろんな試行錯誤をしてあの練っていますので内容もただセミナーだけではなくていろいろまたパネル展等も企画しておりますでぜひこの工藤さんのお話ですね本当に自分たち商工会青年部ですので会社のこととかいろいろあってなおかつ家庭のこと自分の悩みっていうのはたくさんあるんですが本当にこの 来ていただく工藤さん山内さんはうん、うん、何もないところから家庭も守りつつ、うん、会社も守りつつ、うん、ですので自分の悩みが本当にちっぽけに思いましてすごいね、はい、ぜひこのお話聞いて、うん、みんなに元気になってもらって、うん、また南三陸町に行くこと、うん、行くきっかけになればなって考えております。うんうん、私たたちも逆に、ね、そのパワーをいいだだくっていう感じだから そのパワーでもって、また明日からのうちな。はい。それにね、うん、つなげていきたいよね、兄さんたち。はい、そうですね。はい、ね。うん、はい。お城さんは。どうですか、はい。そうですね。まあ、と、実際。まあ、二年前、行きましたけれども。うんうん、はい。あの、やはり。まあ、テレビ、まあ、メディアとして見るのとですね。うん。実際現場に行って。うん。その本当に被災された方の、まあ、お話をですね、生で。聞くの。 でもまた全然違うなと、はい、でそれでこの青年部の,この中であの報告させていただい,てはい,た,い,た,だいたんですが、はい、ぜひ、このなんですか被災された生の声やっぱりみんなに聞いてほしいうん、うん、で今回もこの工藤さん山内さんも、はい、ぜひ沖縄行きたいとと、うん、いうこともお話しされて,てましたのでうん、うん、お招きして、うん、本当にですねちょうど震災のあった日。 もうスケジュールも忙しい中空けていただいてそうですよね、うんはい、その当日に来てくださって、はいうね、こういう講話をしてくださるっていうのはもう本当になんていうのありがたいですね、うん、ですはい、はいうんあ。よろしいですかそうんはい、はですね。初め3月14日あたりを考えていたんですよ、はい、ところが向こうの方からですねぜひ、うん、とも3月11日に来たいとあったんですよ、うんうん、そうですかはい、はい、もうこの日頭が真っ白になるだろうなっていう方も い,っぱいいいっっぱらしゃると思うんでですけれどももねこの日にわざわざ合わせて来てくださるっていう彼らの思いっていうのをまた重く受け止めて、はいはい、ああもうどうしよう私たちの方が本当にもう元気を頂くっていうかパワーをいただくっていうか私本当に工藤さんに去年案内していただいたから <laughs> もう。 ごめんなさい、ナチブナナ、うん、<laughs> ナチブナオミナ,ナビはまた <laughs> 本当に、であのうん、震災直後に放たれたあの鮭の稚魚が、うんはい、去年ちゃんと帰ってきてたんですよ、うん、私それを見たんですよ、もうパタ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 って、うん、あの川の光景、うんはい、本当に命をつないで鮭が戻ってきたっていうことでね、もう本当に。 素晴らしいなって思ったんですねうん、うん、今本当に命より大事なものはない「命の、はい、宝どっていう,うん、うん、沖縄にもそういうあの苦がに言葉があるじゃないですかだから一人一人ね本当に命を大切に、はい、まあ今回ね皆さんがもういろんな団体をもう本当にひっくるめて「震災に学べゼロからのインパルス」っていうことで、はい、もう一度、えー、とに日にちとお時間と場所を あの教えていただいていいいいいただですかは今月3月11日水曜日、はい、早原中央公民館に、はい、午,後あ午後7時から会,あの会場7時半にセミナーが開始されます。はい皆様 はちゃんの中央公民館ですねでできれば事前に何名行きますよということでねお知らせしていただければいいんですけれども一人でも多くの方に来ていただきたいっていうそういう趣旨でもってやってるので申し込みはしてなくても当日なんとか聞けるように取り計らってくれるっていうこと私先ほどね部長の大城さんからお聞きしたのでね皆さん遠慮なく本当にもう この未曾有の大震災をもう本当に体験なさった方々の貴重な講話ですのでね、どうしよう、先ほど、また実際、ねうん、あのパネルの方もご用意してますので、うん、実際、この写真も見て、うん、また生の声をまた実際、体験した。 内容はですね、話聞くもまた違うと思いますのでぜひ聞いて多くの方に聞いていただきたいと思っています。うん、はいそうですね。で、まあ、皆さん、えー、とどこでだったかねと、うん、いうことの、ね、問い合わせをしたい方、はい、お電話番号私の方から、ね、申し上げましょうね早治町の中央公民館こちらの電話番号申し上げましょうね889-0568。 889-0568。こちらの方にね、えー、かけて聞いてくださってもですし、あとはですね、えー、と商工会の事務局ございますのでね、889-6121、889-6121。 ですよ、はい、さあ、今日はね、遠くから本当、3名の方々に来ていただいたんですけれども、あと30秒でね、はい、ウンンアリリもう途中でね、本当に私はね、ナチブーだからさ、こんなって泣くわけよ、<laughs> 本当に。はい、でもね、工藤さんにね、はいうん、また半年ぶりで会えるので、楽しみにしておりますけれども、はい、今日はね、はい、本当に大城さん、えー、中本さん、下地さん。はい 来ていただいてありがとうございました。えありがとうございまこちらこそ。もう大成功にね、ええ、あの、終わって、ああもう繋ごう。はい。はい。まあ、ありがとうございました。はい、はい。ありがとうございます。またやーたーい。はい